すごく自然につくから好きなんですよね。これはね、何がお気に入りかというと、目元にカラーはすごくおすすめ。アイライナーのパワーってさ、すごいと思うんだよね。皆さん、こんにちは。西川瑞希です。今回は最近の私のお気に入りの、もう秋の鉄板コスメはこれって言ってもいいぐらいの最近のお気に入りコスメたちを使ってメイクを仕上げていきたいと思います。全体的にパープル系のカラーで仕上げていて、なのでパープルメイクかな、秋のパープルメイクをご紹介したいと思うんですけど、もうね、色がね本当に可愛くって、まあね、このね、ファンデーションとかもおすすめだったりはするんですけど、この目のくすみ色のパープルとかもすっごく可愛いし、最後リップに重ね付けしたグロスとかもすっごく可愛くて、とにかくもう全部おすすめなので、ぜひぜひ皆さんの参考になれば嬉しいなって思います。それではメイクスタートしていきます。じゃあまず下地から、下地は今日はこちらの白のものを使っていきます。こんな感じで色がついてるんだけど、塗るとね色はないタイプなので、この後ファンデーション塗っても白浮きとかもせずに使えるのがすごく気に入ってます。なんかこれはね、すごく毛穴に膜を張ってくれるっていうか、あとツヤもすごく綺麗で、なんかお肌が潤う感じがするので、ちょっとスキンケア感覚で使えるような下地、指でなじませます。なんかお肌はツヤっとした感じが好きなんですけど、なので下地もなるべくこう保湿力の高いものっていうか、スキンケアっぽく使えるアイテムがすごく気に入ってます。前髪留めようかな。そしたら次のファンデーションは、これもね最近気に入ってるんですけど、こちらのボビーブラウンのファンデーションを使っていきます。こちらもなんかみずみずしくつけれて、すごい、なんだろう、ツヤっぽくナチュラルにつけれて、こんな感じなんですけど、最近 YouTube で紹介してる時は結構クッションファンデーションが多かったかなって思うんですけど、ファンデーションはちょっとこう点置きしていきます。なんかこう点置きした方がナチュラルにつくのと、均等均一につく気がします。すごい。そしたらこれをスポンジ使ってトントントンって叩き込みながらつけていきます。このスポンジはね&Bのものです。最近はもうこれしか使ってないってくらいお気に入り。ファンデーションはね、あんまり手でこう伸ばしてつけたりとかするよりも、こうやってトントントンって、スポンジじゃなくて指の場合も指でトントントンってつけてあげた方がよれにくいのでおすすめです。今日はメイクから始めたけど、やっぱり最近はスキンケア、なんか乾燥すごく気になってて、また最近季節の変わり目って結構お肌の変化があったりとかすると思うんですけど、だからメイク前のスキンケアも結構しっかりとお化粧水を浸透させたりとか、時間をかけるように最近してます。いい感じ。なんか本当にね、これナチュラルにすごく自然につくから好きなんですよね。もうちょっとプラスしたいところには重ねてつけます。なんかすっごい綺麗に乗るのに、こうつけてる感があんまりなくてすごく好き。今日はこの後ね、お仕事で人に会ったりするので、ちょっとなんだろう、少し普段っぽい感じよりかは華やかな感じに見せたくて、なので今日はちょっと色物を使ったね、目元とかにも色を使ってメイクしていくので、ぜひ最後まで見てください。そしたら次、眉毛描いていきます。こちらもボビーブラウンのアイブロウペンシル使っていきます。これはね何がお気に入りかというと、すっごい細いんですよ。こんなに細くて、だから一本一本の毛もすごく描きやすいのと、あと後ろにちゃんとこの眉毛ぼかしたり溶かしたりできるのもついてるし、眉毛はね取れにくいものがいいので、あとねこれすっごいね色のバリエーションがたくさんあって、なんかね絶妙にブラウンのこのちょっとしたニュアンスの差とかでもすごいたくさんあるから、自分のカラーに合わせた色がすごく見つかるかなと思います。眉毛は結構この下の毛をこう見ながら、ちょっとなので描くときは少しこうやって上を向いて描くと、こう隙間とかなく描けるので少し上向きがおすすめ。
眉尻の方先描いたら後でこっちはパウダーするので、まず眉尻だけペンシルで描きます。ちょっと描いたところら辺はブラシでこうちょっと溶かす感じでぼかしていってます。そしたら次パウダーはいつも通り大好きなこのイプサのパレット使っていきます。これとこれを混ぜてつけていきます。もう付属でついているブラシにとって眉頭の方からふわふわって、私はねなんかちょっとやっぱ細めの眉が好きで、あんまり太すぎると似合わない気がするんですよね。こんな感じ。そうなんかね、ちょっとクールというか大人っぽくしたい時は若干ちょっと濃いめにしたりとかはするんですけど、なんか太眉がね似合わない気がするどうなんだろう、太眉にするとあ眉毛みたいな感じになっちゃう気がして、多分他のパーツがナチュラルめだからあんまりこう濃い顔立ちじゃないというか薄めなのでだから多分なんか太眉がね合わない気がして、私はこれぐらいな感じがね好みです。あ、ちなみにね今日のネイルはこちらのオリーブグレーのカラーをつけてるんですけど、おしゃれ、これすごくね最近気に入ってて、こう秋冬のお洋服に合わせて使ってて、これはこちらのサンレイズの32番の色味なんですけど、これすっごい綺麗。ちなみにねこれの色違いのこの24番もすっごいすごい綺麗な色で、これもねおすすめ。こんな感じの色なんだけど、今日どっちにしようってすっごい悩んでこっちにしましたちょっと目元にパープルとか入れていきたいので、ちょっと爪はね落ち着いた感じで。そしたら次はセルボーグのこちらのアイシャドウを使っていきます。もうねパープル好きの私にとってこの色は本当に可愛いって一目惚れしちゃったんだけど、ちょっとお洋服のカラーにも似てるかな。これもねシェリーモナの新作のシャツブラウスなんだけど、これもすっごい可愛いからぜひぜひ見てほしいなって思います。でこれを筆にとって目頭の方からのせていきます。やっぱ今は目元とかをちょっとカラーで遊んだ方がマスクしててもおしゃれに見えるし、目元にカラーはすごくおすすめ。色はこんな感じです。やっぱパープルすっごい好きで、昔からねずっとパープルは好きで、オレンジ系とかもブラウン系も好きだけど、パープル系つけるとなんか私的にはあ自分っぽい感じに仕上がったみたいな感じになる。上が塗り終わりました。そしたら下もちょっとパープルで囲んでいきたいので、また筆に取って目頭の方からのせていきます。うん、ね、今日使うね本当にアイライナーの色も可愛いし、この上にちょっとラメ重ねるんだけど、それとかも可愛いし、今日お気に入りのコスメだらけで、そしたらこの上にねちょっとなんだろう、少し明るさときらめきをプラスしたくて、オサージのアイシャドウのこちらのカラーを重ねてつけていきます。これはしずくっていうカラーなんですけど、ちょっとシルバーグレーみたいな感じのカラーで、すっごいこれもね重ね付けに特におすすめのアイシャドウで、これはちょっと指に通って真ん中よりちょっと内ぐらいに指でトントントンってつけていきます。これはちょっと動画で見えるかな、ここなんですけど、ちょっと重ね付けしました。ちょっと見えにくかったら嫌だから、手にのせるとこんな感じです。すっごいね繊細なラメで、もうこれちょっと動くときにキラッとしてくれる感じの程よさもすごく気に入ってます。あとちょっと目の内側にもキラキラっとさを足します。そしたら次アイライナー、こちらの資生堂のこれはねプラムだったかな、プラムのカラーを塗っていきます。色はこんな感じで、ブラウンとか黒よりもさらにもうちょっと柔らかくつけられる、だけど目元もしっかり締めてくれるカラーなので、すごいねパープル系のメイクの時に最近よく使ってます。私はちょっと目をこうやって引っ張りながら描くと描きやすいので、こんな感じの色味です。やっぱさアイライナーのパワーってさすごいと思うんだよね。アイライナー引くと一気にパチッとしてくれる気がする。はい、反対側も引き終わりました。そしたらビューラー、ビューラーはビ
ビューラーも資生堂のだ、資生堂の使ってます。よし、そしたらマスカラ、マスカラはこちらのエクセルのクランベリーっていうカラーをつけていきます。このクランベリーのカラーもね、すっごい可愛くて、このアイライナーの色ともすごく合うかなと思って選んでみました。もちろんブラウン系のアイライナーの上につけたりとかしてもすごく可愛いです。最近ね、すごくカラーのマスカラをつけることが多いんですけど、カラーのマスカラつけてる時にこんな感じ、わかるかな。やっぱなんか黒とかブラウンつけるよりも柔らかい感じな気がする。なんか最初私もカラーマスカラってわかるのかなとか思ってたんですけど、結構ねすごいわかるみたいで、外とかでこの自然光の光当たった時とかに瞬きしたり、こういろんな角度から見た時にすごい色味がやっぱ綺麗に発色してくれてるみたいで、この間もスタッフさんがオレンジのねカラーマスカラをしてて、それがすっごい可愛くて、可愛いって思ったから、やっぱカラーマスカラって可愛いんだなって思っちゃった。下も軽く塗っていきます。私は下まつげはね、もう塗れない日とかも全然あるぐらい、すごいちょっとだけ塗るぐらいです。チークもすごい悩んで、ちょっと華やかな感じにするのかどうしようかと思ったんだけど、ちょっとここはブラウンで落ち着かせてみようかなってことで、あのスックのいつも使ってるチークを使っていきます。ちょっとねリップを華やかっぽくしたいので、チークは落ち着かせます。で最近はここら辺につけたりするのもハマってて、結構昔というかここら辺にね、ほっぺの笑ったここら辺につけたりとか、ここからこう幅広くつけたりするのが多かったんですけど、最近はここら辺から目のこの下あたりにふわふわっとつけるのも可愛くて、そうこんな感じ、ここら辺につけると少し大人っぽく見える気がします。なんかチークつけてますかっていうコメントをいただいたりしてるんですけど、いつもこんな感じですごいナチュラルにふわっとのせてるくらいなので、一応ね塗ってはいます。塗らない日とかもあるけど、これぐらい塗ってます。はい、そしたら次は、リップの前にハイライト、ハイライトはこちらのヒースのやつを使います。これはもう指にとって目の内側にツヤっぽく入れます。ここら辺ツヤツヤと、少し目の横ぐらいにもつけても可愛い。ここら辺に唇の上とかにつけます。したらリップ塗るとね、一気にまた変わるよすごいここからパッとするから。この間のお気に入りリップ紹介のつけ比べでもご紹介したこちらのドルチェ&ガッパーナの色味のパープルカラーがすごい気に入ってるので、これをつけます。もう直接、やっぱ可愛い、この色ほんと可愛い、変わったすごいパッと仕上がった。で今日はちょっとツヤっとさもここにプラスしたいなと思って、こちらのディオールのグロスを重ねてつけていきたいと思います。これはねこれぐらいの透明感というか色味がほんのりついてて、今つけてる色がちょっとダークめなので、この色つけるとまたちょっとだけ鮮やかになるかな。全体じゃなくて中央芯部分だけ重ねてプルプルで、ヘアバームはこれ最近すっごい気に入ってる白のやつつけていきます。すごいツヤが綺麗にしっとりとまとまってくれて、すごいこれもね最近のお気に入り。手に伸ばして、これはあのヘアの巻き方の紹介した時にも使ったやつです。最近はねこう重ためなヘアが好きなので、ちょっとこうやって最後広げて重みを出します。完成しました。こんな感じで完成したんですけど、
今日はちょっとパープル系の色味を全体的に使っているんですが、ちょっと落ち着いた大人っぽい印象にするためにちょっとチークはブラウン系のベージュ系カラーを使ってみたんですが、もう少しちょっと可愛らしい感じにしたい方はチークにも逆にちょっと薄めのカラーのパープル持ってきてあげたり、ピンクベージュのカラーを持ってきてあげたりするのも可愛く仕上がるかなって思います。私はね本当にパープルカラーが本当に大好きなので、今日はねすごい気分の高まるアイテムをたくさん使ったなって感じです。意外とねすごく簡単に仕上がるかなと思うので、ぜひぜひパープルカラーのメイクにチャレンジしてみたい、みんなの参考に少しでもなれば嬉しいなって思います。では今日も最後まで見ていただきありがとうございました。また更新したいと思うので、ぜひまた遊びに来てください。では西川瑞希でした。バイバーイ。